ウォリングフォード駅はアメリカが州国コネチカット州ウォリングフォードホールアベニュー37にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている仮設ホーム2016年建設中の駅舎2016年7月中心市街地の近くにあるウォリングフォード駅は1871年に開業した駅舎は1993年に 国家歴史登録罪に登録された。コネチカット州、マサチューセッツ州、バーモント州、アムトラック、連邦鉄道局の共同事業である、ニューヘイブン、ハートフォードスプリングフィールド鉄道プロジェクトは、ルート上にあるウォーリングフォードに停車する予定である。推定総費用は六億五千万ドルで、アムトラックのスプリングフィールドラインに沿っている都市に、便益がある、新しい通勤輸送、 都市間輸送を創出することを目的としている。この約100キロの路線は将来のニューイングランドの高速鉄道輸送計画にも不可欠と考えられている。2016年の初めに NHHS プロジェクトはルートの一部を複線化し改良するために2009年アメリカ復興、再藤司法やその他の連邦資金調達プログラムを通じて 1> 約1億9100万ドルを受け取った。残りの部分の改善を完了させるために追加の資金が必要となる。コネチカット州はニューヘイブン・ハートフォードスプリングフィールド鉄道線の改善に投資するために州債で最大4億3500万ドルの使用を承認した。プロジェクトの環境影響の評価は2012年5月に発表され、 通勤輸送は2018年初頭に開始される予定である。ボリングフォードなどの町では、住民が自動車を必要とせずに働いたり、買い物をしたり、住むことを可能にする混在地域の創設を、奨励するために、鉄道駅周辺の可能性を検討し始めている。NHHS プロジェクトでは、パーカーストリートとノースチェリーストリートの角の近くに、新駅舎が建設される。 2014年秋には、融雪装置を備えた高床プラットフォームの建設と相対式ホームを結ぶ古戦橋の建設が始まった。道路アクセスの改良や券売機、乗客情報表示システム、自転車ラックも導入される。第二次世界大戦後、連邦単位で交通機関の輸送は自動車や飛行機などに移行した。大恐慌に襲われ、 戦争中の設備が疲弊したアメリカの鉄道は1950年代には財政健全性に乏しく維持管理と改善工事の累積に直面した。乗客が減少し駅は売り出された。1964年、ウォリング・フォード町はニューヘイブン鉄道の駅と隣接する鉄道用地を46,500ドルで購入した。数年後、ウォリング・フォード町は 駅舎の解体について議論した。これに対応して、地元の鉄道員、デビッド・ピーターズは駅舎を救うための草の根運動を企画した。1400人以上の住民が、この運動に対する請願に署名し、改装と再利用のアイデアが浮かび上がった。ピーターズと町は、イエール大学の建築学部に連絡を取り、学生は1972年に会議室やシニアセンター、 青少年センターに対応するために内部空間を再設計した。このプロジェクトでは待合室からオリジナルの装飾は撤去された。20年後、駅の外装改修工事が施行され、連邦及び州の交付金約40万ドルを使い、劣化したい質味、ドア及び窓、トイなどが交換された。スレートもまた対応年数に達し交換されたが、 円花の飾りは複製された。今日、駅は、町の生活の拠点としての役割を果たし続けている。ウォーリングフォード社会人教育センターは1階と2階に、入居、モデルエンジニア鉄道クラブのニューヘイブン分解は、地下室を利用している。アムトラックの停車する列車は、下記の通り。当駅から乗車できるバスは、以下の通り。ありがとうございます。